東洋水産、マルちゃん、花歌、カモミールソルトヌードル、揚げ麺で粉末スープと火薬は最初から入っています。麺は扁平断面で細く、ボリューム感は少ないですが、食感には意外と粘りがあります。揚げ麺ですが、ノンフライ麺のような印象を受けます。スープは甘さがかなり強いです。でもカモミールの香りは抑制的で、節度がある印象です。具の野菜は大きく、歯ごたえも明快で強い存在感があります。女性をターゲットとした製品だと思われ、油っぽさや力強さはありません。でもカップの形状や麺、スープにはかなり思い切ったチャレンジをしているように感じます。